こんにちは、藤田海人です。今日はですね、スポーツ吹き矢ということで、今日、今日が第1回目だったんですけど、練習に行ってきました。時間的には2時間ほどの予定になってまして、12、3名の方がちょっと来ていらっしゃいました。その中で、初心者は初めてという方は、私も含めて3名ですね。他の人はもう、去年その前ぐらいからやってらっしゃる感じで、自分の道具とか、意識を、持参されて来ていらっしゃったようです。今度私も含め3人のはですね、1人の男性の方は、以前奥様がされていて、その道、奥様のを使っているのを持ってきていらっしゃるようでした。でも、するのは初めてということでした。すると、他の2人は私と女性だったんですけど、その2名、2人はもう全くの、道具を見るのも初めてという感じで、今日、全部で6回ぐらいですね、1回に5本ぐらい、ちょっと投げますので、30本ぐらい、投げるというか、吹いたということなんですけど、私も全く初めてだったんですけど、他の方はもう、経験のある方はもう大体もう皆さん、いい点数を出されるんですけど、私の場合は、ちょっと初めてにしても、点数、吹き方とか悪かったんじゃないかと思います。ほとんど一緒に、初めての方の女性の方は最初からですね、調子よく、中心が、一番得点の高いが7点なんですけど、そこに、どんどん決まってました。私の方は、もう1回目した時ですね、ちょっと、この点数は控えているんですけど、スポーツ吹き矢を、ご存知の方は、わかると思いますけど、これが1回5回投げまして、1ラウンドというんですかね。これが3、1、1で、あとは外れということで、点数的には5点なんですよね。で、上手な人は全部7本中心に行けば35点ということで、いかに私が、下手かというか、全然、外れていたかということが分かると思います。2ラウンドはもう1本だけ、刺さりまして、あとは変なとこを、飛んでって刺さらなかったということで、もう全然、話になりませんでした。そういうことで、自分自身としてはですね、もうちょっと自信があったんですけど、結果はもう散々たるもんで、6回投げましてですね、合計で70点ですからですね、もうこれはもう、今まで初心者でも、おそらく最低の部類にあると思います。に入ると思います。最後の方で、やっと中心の7点のところに1本だけ刺さりました。その感じでどうにか掴めたという感じですけど、もう本当ちょっと、初めてにしても、ちょっと、やっぱ全然、的に当たらなくて、本当に自分が情けない気がしました。先生から言われたんですけど、これ以上もう下がるとこはないから上に上がるだけだということで、慰めの言葉というかですね、そういう感じで言ってもらいました。これでもう、1回は済みましたので、次はもう、2回目が今度ありますので、その時はですね、まず、的に当てて、中心の7点に、目指してですね、頑張っていきたいと思います。それと、やはりですね、私の場合はちょっと、肩の方がですね、上がらないんですよ。吹き矢する場合は、両手の幅で、耳のとこまでですね、両手を上げて、最初の構えがありますので、そこまでちょっと、肩を、左肩ですかね、痛めて上がりませんので、その辺で呼吸も、なかなか肩も痛かったですけど、その後の動作もですね、まだまだ全然ぎこちなく、自分でもどうしてるのか、全然、集中してるようでできてなくて、散々な結果となりましたので、次回はですね、もうちょっと集中
それというんですかね、もう肩の力を抜いてやりたいと思います。まあそれと積んだ後やはりですね、お腹というか腹膜のとこですかね、僕はちょっと痛かったというかそういう感じです。だからまあこの吹き矢というのはもう運動的にはほとんど全然動くこともないし、ただ静の状態から息を吹くだけですからね、一番簡単な、そして危険のないスポーツですからね、と先の矢の方も全然尖ってません。まあそういうことで安全で、まあ安全というと人も故意にこう人を狙っていければやっぱ怪我すると思いますけどですね、まあ吹き矢最初の初速というか出るのは100キロぐらいとちょっと言われましたから、やっぱ危ないのは危ないんですけど、先はちょっと丸くなってます。発泡スト中あ発泡スト にこう抜かすということに、そこに刺さるということになります。まあそれと私がさっき言いました、まあ腹膜というかお腹が痛かったのはやっぱ腹式呼吸が必要になるからだと思います。まあ一つの動作にですね3回腹式呼吸をするような形になります。まあ最初のまあ両手を耳の肩まで上げるときが、まあ、1回目ですね。まあ、普段は鼻から吸って口から出してませんので、そこでなかなかうまくいきません。まあ、それと、この下から今度は構えるときが、やはり鼻から吸って口から出す腹式呼吸なんですけど、それもなかなかいまして、それ最後に吐くとき、一気にこの、口から、まあ、空気を出すという感じで。で、それが終わった後、またゆっくりと鼻から吸って、で、まあ、口から息を出すということで、一連の、まあ、一回の動作が終わることになります。それを5回ですね、続けるということになりますので、まあ、すればするしこう、やっぱ、腹式呼吸をするということになりますから、それだけ呼吸関係はですね、良くなると思います。まあ、それと、スポーツする、まあ、このスポーツの、まあ、すねなんかにも、血液の流れが、改善されたとか、いろいろこう、書いてあります。まあ、それはですね、個人差がありますから、まあ、私が第1回目を始めましたので、まあ、私が今、特に、あれはまあ、肩こりというか、肩がちょっと上に上がらないところですからね、それがどうなるかをしてみたいと思います。それぞれやっぱ、腹式呼吸をすればですね、どんな風になるか、そちらもですね、少しずつ、まあ、習っていきながら説明していきたいと思います。まあ、今日はですね、こういう感じで、第1回目ということで、非常に的に当たる、的まで届かなく、的を飛び、まあ、的に当たらなく、非常にですね、まあ、疲れて汗をかいたというところでですね、まあ、やはり、まあ、スポーツ吹き矢も奥が深いなということがよく分かりました。まあ、私としては続けていきたいと思いますので、また、次回の様子をですね、投稿していきたいと思いますので、まあ、よかったら、コメントとかいただければありがたいです。一応今日はここで、ちょっと疲れて元気がありませんけど、ここで終わります。ありがとうございました。